レクサスを所有する芸能人、芸能人の愛車。皆さん、こんにちは。トヨタが展開する高級自動車ブランドのレクサス。セレブや芸能人御用達の高級車として知られています。海外では1989年から販売していましたが、日本国内での展開は2005年から開始しています。そんなレクサスに乗る芸能人には、どのような方がいるのでしょうか。そこで今回は、レクサスを所有する芸能人についてご紹介します。どうぞご覧ください。藤原竜也さん、レクサス RX450。 藤原竜也さんは様々な映画で主役を務める人気俳優さんです。出演映画はバトルロワイヤル、デスノート、カイジなどなど、もはや引っ張りだこの売れっ子俳優さんですね。そんな藤原竜也さんが乗っているレクサスは RX450 だそうです。詳しいグレードは不明ですが、安くても600万円以上するラグジュアリー SUV です。高級 SUV の先駆けともいえる車です。その前はポルシェのカイエンに乗っていたそうです。松本人志さん、レクサス LS460。 松本人志さんはお笑いコンビダウンタウンのボケ担当です。お笑い好きなら知らない人はいないほど有名な芸人さんですよね。常にお笑いの最前線で活躍し続けてきた芸人さんで、映画監督としても才能を発揮しておられます。そんな松本人志さんも結構前にはなりますが、写真週刊誌フライデーで松本さんもレクサスに乗っていたことが分かりました。掲載されていた写真は松本さんがレクサス LS460 に乗り込むところでした。現在は販売終了となっておりますが、レクサス LS460 の当時の新車価格は796万円から1247万円で、現在の中古車価格は50から500万円となっております。ダウンタウンのお二人は車好きとのことで、そんな松本さんが選んだレクサス、さすが日本の高級車代表ですよね。石橋貴明さん、レクサス LS600HL。 石橋貴明さんはお笑いコンビトンネルズとして一世を風靡したテレビタレントです。歌手や俳優としても活躍しており、ハリウッド映画にも何度か出演しています。そんな石橋貴明さんは以前からテレビ番組で車好きと公言していて、過去には BMW やポルシェ、ベンツを乗り回していたようです。そんな石橋さんのレクサスはLS600HL のようです。レクサスのフラッグシップモデルに位置づけられる大型セダンで、以前はセルシオの名称で販売されていました。現行モデルは4代目で、2013年度にビッグマイナーチェンジを行っています。石橋さんの LS600HL は LS シリーズの中でも最もプレミアムなモデルで、2008年からトヨタ、センチュリーとともに内閣総理大臣専用車として使用されている日本を代表する VIP カーです。 LS600HL の本体価格は税込み1330万円と1510万円の2タイプあり、発表当時は日本車の最高価格車でした。所属事務所の社長でもある石橋さんは、仕事用には質実剛健な国産車を利用したいという意向があったとのことです。フライデーでラジオ番組オールナイト日本が終了後、石橋さんは日本放送前で待たせていたレクサスに乗り込むところが目撃されています。しかもなんと驚くべきことに、その車のナンバーがフジテレビの8番だったそう。石橋貴明、トンネルズといえばフジテレビ、そういった思い入れもありそうですよね。辰吉丈一郎さん、レクサス LS600HL。 辰吉丈一郎さんはボクシングバンタム級の元世界チャンピオンです。デビューから8戦目で世界タイトルを奪取したのは当時の日本最短記録でした。世界チャンピオンになってからも網膜剥離に苦しめられ、王座から転落するも3度王者に返り咲きます。1999年のイラポン戦で一度は引退を表明するものの、現役にこだわり再び再起。現在は息子のジュイキさんがプロデビューしています。そんな辰吉丈一郎さんの愛車は
レクサス LS600HL です。石橋貴明さんと同社ですが、以前は LS400 も所有しており、車雑誌に取り上げられるほどの車好きだそうです。 LS の社名はラグジュアリーセダンの頭文字を取った略です。その名前の由来通り、どのモデルもラグジュアリーという形容詞が似合う仕上がりになっています。2007年には日本車として初の世界カーオブザイヤーを受賞するなど、評価が高い車です。世界中で評価されています。辰吉さんのレクサスにはフロントグリルにはジョーのロゴが刻印されています。また辰吉丈一郎さんの愛車はただのカスタムだけではなく、自身の名言が刻み込まれています。それはジョートライアンドトライアゲインウィズヒズファンズアンドファミリートゥービカムザワールドチャンピオン、ジョーイズネバーゴナストップフォーアウアドリームアンドウィビリーブジョーイズリアルチャンピオン。簡単に日本語に訳すと、ジョーはファンと家族のために何度でもワールドチャンピオンに挑戦し続ける。ジョーは夢を諦めない。ジョーが真のチャンピオンであると信じている。といったような意味になります。チャンピオンのストイックさの伝わってくる力強い言葉です。同時に、この文字を愛車に切り刻むストイックさには感銘を受けますね。マツコデラックスさん、レクサス LS。 マツコデラックスさんは毒舌が売りで、大人気のテレビタレントエッセイストです。その大きな体と何でもはっきり言う語り口は、一度見たら忘れられないほど強烈なインパクトを持っています。あまり車を乗りこなすイメージはないかもしれませんが、実は車好きでソアラやスープラなど昔のスポーツカーが好きなんだとか。そんなマツコデラックスさんはレクサス LS を購入したと言われております。この価格帯は770から1348万円となっています。メルセデスベンツや BMW に負けじと日本から生まれた高級車ブランドレクサス。マツコさんの大きな体を受け入れる居住性とパワーはさすがですね。京本政樹さん、レクサス SC。 京本政樹さんは俳優や歌手などをこなすタレントです。テレビのバラエティ番組でも活躍中、耽美な2枚目から悪役までこなす人気の俳優さんです。ヒーローものや時代劇、映画や舞台など多方面で才能を発揮しておられます。そんな京本政樹さんはレクサス SC を所有していらっしゃったとか。レクサス SC は1991年から2010年まで発売されていました。国内ではトヨタソアラとして販売されていましたが、レクサスブランドの日本展開後はレクサス SC の名称となっていました。初代はクーペモデルで、2代目はカブリオでオープンカーモデルです。現在では生産されていませんが、新車価格はおよそ680万円から750万円で、中古で買う場合はおよそ60万円から350万円ほどで取引されています。キャイン天野博之さん、レクサス IS300HF スポーツ。天野博之さんはお笑いコンビキャインのツッコミ担当です。冷静で的確なツッコミでバラエティで活躍する一方、低めの美声を生かして吹き替えやナレーションの仕事もこなしています。フリーアナウンサーの新井千里さんとの結婚でも話題になりました。そんな天野博之さんはレクサス IS300HF スポーツを所有しているそうです。 IS シリーズは中型のセダンで、 IS300H はハイブリッドモデルです。その中でも F スポーツはより運動性能に優れたモデルとなっています。走りを重視する人にはぴったりの車で、あえて選ばれたみたいです。ダウンタウンデラックスにキャインの天野博之さんが出演した際、10年ぶりに車を買い替えたと言っていました。天野さんが購入されたのはレクサス IS。 先ほどご紹介したダウンタウンのまっちゃんの愛車もレクサス LS なので、まっちゃんも当時新型 IS を見て、これかっこいいよなと絶賛していました。渡辺健さん、レクサス LX570。 渡辺健さんは映画やテレビ、舞台などで活躍する俳優です。ラストサムライやゴジラをはじめ、ハリウッド映画やブロードウェイのミュージカルでも
世界を股にかけて活躍されています。今や日本を代表する国際的な俳優と言っていいでしょう。そんな渡辺謙さんはレクサス LX570 を所有しているそうです。レクサス LX570 はレクサスブランドの大型 SUV です。日本で発売されたのは2015年からで、海外ではその前より発売されており、渡辺謙さんは海外で活躍しているので、もしかしたら海外で購入されたのかもしれないとのことです。そんなレクサス LX570 の価格帯は1136万円からとなっております。渡辺謙さんを含めトップクラスの有名芸能人がこぞって所有していることからも、その品質と性能のレクサスを所有することは成功者の証と言ってもいいでしょう。いかがでしたでしょうか。僕もレクサスのような高級車に乗りたい。ご感想をお待ちしております。グッドボタンを押していただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございます。